はい、吉松です。今回はですね、皆さんにご紹介しますのはこの本ですね。バブルの、ね、日々ということで、まあ我らがと書いてありますけど、結局はこれはバブルのね、まあ、当時まだバブル終わってなかったのかな。1992年発行なんで、この本は私はこれ古本で買ったんで、まだ随分もうバブルが弾けてから、ポーンと弾けてから買って読んだんで、うん、まあこんなん終わってんのになと思って、ちょっとやや冷めた気持ちで読んだんですけど、まあ裏側見てますとね、これ古本屋のこの500円っていうのが貼ってありますけど、まあこんな感じの本ですね。うん、金融、証券、不動産から美術品、ゴルフ、会員権までバブルとともに生き、バブルとともに眠る企業選手とアウトローたちの金とノルマと女とベンツの物語、世界は俺たちの賭博場だということで、まあ、えらい経験で書いてあるんですけど、この本に登場する人々はですね、担保物件の額面を書き換えて貸付ノルマを達成するエリート銀行マン、当時銀行でもそういう非常に危ないことやってたんですよね。どん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 貸し付けてね、とにかく何でも貸すよという感じ、まあ、うん。次、ノンバンクの次長にベンツを送っていくらでも金を引っ張ってくる金融ブローカーと。このノンバンクというのが、まあ銀行の下にあるな、 下というか銀行が出資しているところで、ノンバンクってうん、私の大学の友人もそちらへ行った人がいました。で今は、焦げ付きの債権回収だから嫌だ嫌だと言って、就職して3年ぐらいの時の飲み会にさってこぼしてましたその時がありますが、まあいいじゃないか、お前とりあえずは一流 企業のまあ、のまあとまで言えないけど、まあね、ちょっと何ていうのか、一応硬いんだからみたいな。今思えば我々もあんまり知らなかったですけど、その人生というものをね、社会の仕組み、まあ、今も知ってるわけじゃないですけど、あんまりそういった感じで行ったことがあります、ノンバンク、うん。まあ昔で言ったらちょっとこの本とかで、まあオリコとかなんちゃらファイナンスとかっていうところですね、うん。それからですね、投資ノルマ達成のためなら親父ともデートをしちゃうイケイケ証券レディ、まあ、これは要するに俗に言う枕営業というやつね。まあ、保険のおばちゃん、まあ、おばちゃんとかお姉さんなんかもね、当時は激しかったと思います。私の知ってる人で保険入ってくれたらっていう感じで、その人の下宿まで来て、海外宿、夕飯作ったりなんかして、さあ、ね、男女の儀式が始まるっていう、そこまで行ったんですけど、その人なんかちょっと急に嫌な予感がして、なんかこれちょっと仲良くなっちゃうとちょっと立ちが悪そうだし困ったなっていうことで、まあその晩返したということがありましたよ、何もせずにね、うん。まあそういうことがあって、まあ懐かしい話として私に話してくれましたけど、でもまあ枕営業はね、結構バブル時期はあったと思います、実際問題としてはね、うん。あと株とかね、それからまあ不動産とかマンション投資とか証券債券からオークションとか、どこにでもいる日本人がですね、まあ狂ってたというバブルにね、東大卒のエリートビジネスマンから街のアウトローまでみんな一緒にバブルになったということで、かなり詳しく実力を書いてあります。でこの中でライターさんで日向子さんという人が見えて、この方は私結構文章が好きな人で、まあ惜しくも亡くなられましたけど、この人も日向子さんも書いて見えますし、から溝口敦さんという有名な安田関係で有名な方がね、そういう文章というか レポート書かれて有名な方が書いてます。まあこういう漫画もちょっと載ってますということで、バブルというと私は当時いつだったかな、今30年前だからまあ20後半ぐらい、何にもなかったですよね。ただの勤め人だったんで、私は賃金労働者、明けても暮れても
毎日毎日労働労働ということで、うん、何にもいいことなかったですよ。バブルの時も、ね、別に何も美味しい思いもなかったし、給料が上がったってこともそこになかったし、うん、ただ弾けてからはかなり給料の上がり方が少なくなってしまって、それから減額になってしまったんですよ。ずっとこうかなり10年とかぐらいかな、まあ、クビにならないだけでもいいやってことで、私の先輩なんかはとにかく吉松君と、あのもう寄生虫、寄生虫ってあの寄生虫って映画があったんですけど、寄生虫ってあのなんかな、この夜という字に生きるという字に虫、このインセクト、寄生虫でもいいからとにかくあの、まあ、会社にねぶら下がっていけとね、俺もそうだしお前もそうだと。当時私は住宅ローン抱えてましたんで、うん、あの今こう取ってるこの部屋のローンがまだあったんでね、今はないですけど、まだ35年ローンで借りたんで、まあ、まだ先長いかったんで、当時すごくで、まあとてもじゃないけど今仕事辞めたらね、いいのないし、いいのないかなと思って探したけど、バブルの頃に、まあ、ろくな仕事なかった、やっぱ営業とかそんなのばっかだったんで、もう辞めて、まあとにかく給料安いけどここでいようということで、まあ、悔しい思いもしたし情けない思いもしたけど、結局は辞めずにしましたね、うん、定年までいましたけど、まあ、なんていうのかな、そんな時代でしたよ。で結構イケイケの方もいました、その中でね、金融関係の方の話聞いたこともあるし、うん、あの私がね、イタリア旅行したんですよ昔、まあ、その頃バブルの頃です、ちょうど私もボーナスはたいてね、投げ出しの金はたいてイタリアのローマとフレンツェ行ったんですよ。その時に一緒のツアーの人の中で、ね、3人だけ非常に異質な人がいたんですよ。今でも忘れないですけど、まあ普通みんなサラリーマンとか労働者とかみんなそうなんですけどね、その3人だけはね異常なテンションが上がってたんですよ。ハイテンションというか、1人はすごいおっちゃんで、今から言えば、まあ、自分の年齢が言えば若かったかもしれない、当時はあの人47、8ぐらいだったかな、背の低い人で、なんかこうなんていうかな、行ったのがちょっと冬だったんで、年末から正月にかけてね、ローマまず入ってから、後から列車でフレンツェ行ったんで、でその時にあの革ジャンみたいなの着てて、うん、下はなんかブランド物のなんかジーパンみたいなの着てて、で女がついてて、女がね結構背が高いんですよ。165ぐらいある人、おっちゃんは150センチちょっと行くかいかんだ、150あっても154、5という感じですよね。女の人が10センチ高くて、ヒール履いてるからもっと高く見えるんですけど、その人がどう見ても、まあ、お水なんですよね。お水の人、どう見ても化粧とかあのヘアスタイルとか着ているものとか、 あるいはそのいろんな飾っているような首飾りからいろんなものとかね、うん、派手なんですよ、色がすごく。でもう一人はおっちゃんよりも20ぐらい若くて、まあ、当時の私にちょっと年下だったかな、年下だったかな、25、6ぐらいのガチッとしたね、本当になんか、まあ、用心棒みたいな感じの人で、まああんまり勉強得意っていう感じじゃなくって、まあ、ごつい人、頭スポーツ狩りにしちゃって、ただまああんまりそう悪い人ではなかったですよ。まあちょっとこうおとなしめの方でしたね、その人は。要するにツアー中トラブルは一切なかったんです、その3人と他の、ツアーのメンバーとは。それで添乗員にあまりむちゃくちゃを言う人でもなくって、まあ何かな、馴染んではいたんですけど、皆さんと。それなただやっぱりね、どうも住む世界がまるで違うんですよね。どうも聞いてるとやっぱり、近くに自分も座って食事してた時聞いてたら、なんとなく自慢話が多かったですけど、やっぱり土地転がしてる感じの人ですね、やっぱり、まあ、バブルの要するにうまく乗った人ですよね、きっと、うん、まあ
初めは手下で入っててだんだん自分がやるようになって儲かったみたいな、自由のと儲かったみたいな感じのことを言ってましたけど、うん、買い物がすごいんですわ。とにかくもうブランド、まあ、フェラガモとかね、そういうとこも連れてってもらえるもんで、本店にしかもイタリアのね、うん、そういうとこ行くとみんなそれで買うんです。私もスカーフ買ったかな、自分の親の、うん、スカーフ買った。スカーフだって高かったですよね。私としてはこれが28,000円、日本円にすると28,000円もするのかって言ってもらえるスカーフ高かったけども買ったですけどね。まあ親にプレゼントしようと思って、あれなんかでも本当に値段がいくらなのか分かんないですよね、あれ。日本で買ったら、その辺の店で買ったら2,000円か3,000円で買えちゃうするんやけど、まあ、28,000円ぐらいしたかな、まあ、もちろんカードで払ったんで、ビザカードで。まあね、うん、そんなに、うん、後から請求できますよね、2つ後にね、うん。で、まあ、置いといてその話、まあ、だからその方がバブルの人だったんでしょう、きっと。まあ、半端ない使い方してましたよ、そういう専門店。とりあえず、オーナーの人が中心になっていって、もうボコ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 。まあ、あと貴金属の店、まあ、いろんな金や銀、プラチナ、あとは指輪類とか、うん、から時計屋行ったりとか、いろいろね、まあ、相当金遣いが荒かったですやっぱし。で結構そのいかついその兄ちゃんにもいろいろ買ってあげて、その革ジャンのおっちゃんが、革ジャンで頭はパンチママだったんです。といってヤクザではなかったです。指全部揃ってるし、なんていうかな、こうヤクザではなかったけど、ちょっと関西系の方言でしたね、方は喋り方が。3人ともただ明るい感じの人で、こんなことは怖いようなことはなかったですけど、まあ要するにヤクザじゃないんでしょきっと。まあだから、まあ、ああいう感じだったんですよね、日本人全体がね、儲けてる人は。私はそういうの一切ねなかったんです。何にもなかったですよね。バブルの恩恵は一切受けずに、弊害だけ、悪いところだけが受けて、ボーナスカット、賃金カット、ね。それから、低賃金、長時間の方へ持っとこうとするもんで、やっぱし。うん、それに、まあ、ちょっと、ちょっと不平を漏らしたら、あんな、別にいいですよ、みたいな感じになるから、まあ、それも言わずに、我慢我慢ということで。うん、本当はやめたかったんですよ。もうただやめれずにずるずると、まあ、定年までやっちゃったんで、まあ、今となっては、まあ、どっちが良かったか分かんないようなそんな状況ですけど、まあ、でもバブルの頃に踊ってた人たち、その時に私にも一緒に商売やらないかとか、それから事業を起こすから吉松さん手伝ってほしいとか、あんたも初めから上の方に、まあ、課長とか部長につけるからちょっと来てくれるんだろう、なんかどこまで本当か分からない話ですけどね、そういうの言われたことがあって、私も一緒に考えたことが随分あったんですけど、まあそうやっぱやめるわと、まあ、今のところまあ面白くないし、なんか待遇も悪いけど、まあ、でもやっぱりきちんきちんとくれるし給料ということで辞めました。でやっぱりその時親に相談したら辞めとけって言われましたよ。もうお前みたいなそんな移り気な、あるいは少年の座ってない人間はそんな会社に入ったってダメだと、事業みたいなそんな一緒に経営したもダメだということ で、もう一つあったのは、その時に私ね手相を見てもらったんですよ、名古屋の有名な手相を見るおっちゃんに。その時にその話がある三つぐらい前に見てもらった時に、おっちゃんが、あんたは仕事するんだら人に使われるか、それとももしも自分だけの仕事するんだら一匹狼って言われたんですよ。一匹狼で自分だけがやれる仕事にしなさいよとね、くれぐれも人と一緒に仕事したらあんたは必ず100回やったら100回失敗するっていう手相になってると、ここがし、あんたの四柱推命で言うと、生年月日で言うと、あんたはそういう星の元に生まれてきてないと。あんたはそういう、なんだかな、人を使って事業を大きくするような、そういう 運になってない。初めの生まれてくる時の運が、そういう運じゃないと。
中生命、あの水命の生年月日のこの運気がそう人間じゃないって言われたんですよ、うん、でなんでそんな嫌なこと言うのかなと思ったけど、その3ヶ月後にそういう話がバーッと舞い込んできて、3回かそこら、うん、でも結局みんな断ったんですね。私そのおっちゃんの言葉も結構大きかったですよ、このてあのこういう地中水明と手相を見るおっちゃん、うん、高かったですよ、5000円取られてます、ね、取られたんですけど、ただ私の後にも何が並んでたんで、まあ、有名な方なんですよ、今はもう亡くなられたと思いますけど、あの時確か70かもう後半ぐらいの方でしたんでね。はい、そんな感じでですね、皆さん、あのまあ今はもうない時代です。こんな女の人も今ね、もうあのジュリアナのお立ち台も消えました、はい、そんな感じでね、まあ懐かしい思い出ではありますけど、うん、私は恩恵なかったということで、では皆さん次回お会いしましょう。